いや、あれは。ん？やっぱりだ。おい、ライダー。ああ、シローですか。ライダーが休日の学校に来るなんて珍しいな。あ、さくらに何か用事か？はい。しかし、さくらへの用事はもう終わりました。この辺りでブラブラと帰りを待っているだけです。こんな寂しい場所で？もっと表の方が気が晴れないか。車上や人目のあるところを徘徊してはさくらに迷惑がかかります。あ、そうだ、ライダーもやってみるか。弓。私がですか？飛び道具は得意ではないのですが。筋は良さそうだし、さくらも教えることが多くて喜ぶと思うぞ。そうすれば弓道場にいてもおかしくないし。それでは、シローが教えてくれますか？え？サクラの師がシローなのでしょう？諸芸の習得は、上々の師につくことが上達の秘訣です。いや、それはちょっと困る。ほら、弓道部の部長はさくらで、結構教えるのうまいんだよ。俺は射こそできるけど、指導は下手で。そうでしょうか。確かに、シローは言葉が足りない。しかし、さくらがあれだけ素晴らしい料理の腕を身につけられたのは、あなたのおかげでしょう。そう言ってくれるのはありがたいけど、ほら、さくらもライダーが弓を習い始めれば喜ぶだろうし、それに俺が横入りするのはよくない。そうですか。では今度さくらと相談してみます。さくらには料理をするように言われているのですが、確かに私には弓の方が合っている。あ、いや、料理も並行して習った方が。いえ、二つのことを同時に進められるほど私は器用ではありませんので。さくらにはシローが料理より弓を習えと言ってくれたと報告します。あと、ライダーが穂村原にいてもおかしくないと言ったら、転入生になってみるとか。いえ、それは無理があるかと。セイバーならまだしも、私には到底あの服は似合いません。そうだ、ライダー養護教諭になるんだ。はい。保健室の先生、ライダーに白衣似合うぞ。シロ、
残念ながら私にはその資格がありません。加えて人に物を教える柄でもない。根本的に合っていないかと。いかんいかん、そういうことじゃなくて。ライダー、フシ姉だって英語の教職資格を持ってるんだ。ライダーが保健教諭の方がよっぽど説得力があると思うぞ。やっぱり難しいか。そうですね。さくらのことは気にかかるのですが、四六時中共にいればお互い気兼ねもあるでしょう。学校では魔術の世界から離れ、のびのびと気軽に過ごした方がいい。では少し散歩してきます。シローの言っていた保健室も気になりますので。ああ、休日だから誰もいないと思うけど、興味を持ってくれたら嬉しいな。一行しておきましょう。それでは後ほど、門のところで待っていますので、さくらと三人で帰りましょう。